高野博士3月1日隊は、日本の政治家。茨城県久治郡第五町出身。東京外国語大学外国語学部卒業。元参議院議員。参議院議員時代は公明党に所属していた。1947年3月1日、茨城県第五町に生まれる。茨城県立密度第一高等学校を経て、東京外国語大学外国語学部中国語学科に。 入学し、1972年3月に卒業する。同年4月、外務省に入省する。外交官として、アメリカ、アルゼンチン、コロンビアなどに赴任する。30カ国余りを歴訪した。1991年のコロンビアで発生した、日本人、義師2人が、左翼ゲリラに誘拐された事件では、当時帰国中で不在だった塚田千尋大使に代わり、 臨時代理大使として、コロンビア政府や州知事に事件解決の要請を行ったり、代用の指揮を取った。1995年7月23日、第17回参議院議員通常選挙に、埼玉県選挙区より、新進党公認候補として立候補し初当選する。2001年7月29日、第19回参議院議員通常選挙に、 埼玉県選挙区より公明党公認候補として立候補し再選する。2007年7月29日、第21回参議院議員通常選挙に埼玉県選挙区から立候補し、参戦を目指したが落選する。2008年2月、1年間、ハーバード大学国際問題研究所に客員研究員として赴任するため、日本を離れることから、 公明党埼玉県本部代表を辞任し、公明党埼玉県本部顧問となる。その後、公明党を離れた。2011年9月から10月にかけて、外交レポートを官邸に提出。こうしたことが評価され、11月に内閣官房参与となる予定であるが、かつて所属していた公明党が反発したため、発令が延期されるという事態になった。 当時野党であった公明党関係者を内閣官房参与に起用しようとした背景には公明党との関係を重視したい野田内閣の意向もあったとされるが本人が正式に辞退の申し入れを行った。ありがとうございます。